いやー、これで西舘先発ハマったら、間違いなく巨人優勝するよ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見えてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、巨人の西舘投手が、まあ、ファームで今先発調整をしているというところで、それについてお話していきたいなというふうに思ってます。で、今冒頭でね、僕、西舘投手が、もし、先発でハマったとしたらですね、めちゃくちゃでかいと思うし、優勝するよっていうふうなことを言いましたけども、なんでかっていうとですね、やっぱり今ジャイアンツって非常に、投打のバランスね、いいですけども、どっちかというとというかね、強いて言うなら先発の枠というかね、先発が弱いんちゃうかな、強いて言うならね、強いて言うなら弱いんちゃうかなって思ってるんですね。まあ、救援陣とかってもう今、正直エグいじゃないですか。で、もともとまあ、西舘投手も、まあ、勝利の方程式でね、一角投げてくれてましたし、まあ、今、大勢投手であったりとか、中川投手も帰ってきて、非常に今、分厚くなってると。ただ、今回ね、昨日か、ジャイアンツ、DeNA に対して3連勝、カード3連勝しましたけども、まあその表のローテと裏のローテを比べると、やっぱ裏のローテってちょっと薄いなっていう感じはあるんですよね。はい。まあ表で言うと、まあその山崎、グリフィン、戸郷。で、裏で言うと、赤星、井上、菅野というところで、まあちょっと、まあどちらかというとやっぱ裏、弱いなっていうふうなところあるし、正直先発なんて、なんぼいてもいいかなっていうふうなところはね、正直あるのかなと思うので、今この現状、ジャイアンツ非常に投打噛み合ってますと。で、救援陣も分厚いですと。で、救援陣ね、しっかり休みながらできてますというところで、今、この時期に西舘投手を先発調整させるというか、先発を試すっていうところは、タイミング的にも非常にいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。でですね、先日27日、西舘投手ファームの試合で投げておりまして、まあ、公式戦初先発というところで3イニング投げて、まあ、1安打無失点、5奪三振、マックス155キロ、目安は50球というところでしたけども、まあ、55球投げて、まあ、圧巻のピッチングを見せてると。で、まあ本人のコメントからしても、まあ毎イニング153キロぐらいは出てたというところで出力は問題ないと。で、まあフォークというところをまあ本人課題にしてて、まあ左右関係なくまあ投げれたんでよかったというコメントもありましたし、まあやっぱり先発をするんだったら緩急というボールですよね。まあカーブという球種、西舘投手投げると思うんですが、まあその球種に関しても、まあカーブも非常にね、リリーフの時は、まあホームランであったりとか、まあ緩いボールなんで甘く入ったら簡単に運ばれるっていうのがカーブはあるんでね。そういったところで、まあ中継ぎの時はあんまり投げてなかったんですけども、まあ先発調整をね、し始めてからカーブも非常に投げれてるというところで、まあ非常にいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、非常に、まあ、先ほどね、裏が弱いと、裏のローテが弱いというふうなことを言いましたけども、まあ、実際ね、今回3連勝したんでね、ちょっとまあ、すごいなっていうところはあるんですが、やはり、9月ね、すごく難しく、8月9月すごくしんどい時期になってくるというところで、まあ、西舘投手がもしハマってくれたら非常に大きいと。で、今、2軍の先発陣見ててもですね、まあ正直、まあ僕成績ここに書いてあるんですけど、あんまりこう、積極的にというか、うん、まあ1軍でこれは使いたいなって思えるような成績を出してる選手は正直いないんですね。まあメンデス、横川、マタキ、田中、高橋で、堀田とかね、そのあたりを成績書いてるんですけど、まあこれやったらちょっとね、上げようかなとか、これで一軍でちょっとこれ面白いんちゃうかっていう感じの調子でもないし、成績でもないかなというふうに思うので、ここで、まあ西舘投手がね、先発でハマってくれたら、非常にね、まあ菅野投手をもし、まあこんだけリーグトップタイのね、9勝を上げてるんでね、ちょっとまあ
こっからもね、ローテ通りしっかり回ってってほしいっていうのはあるんだけど、まあ一回飛ばしたりとか、まあ赤星投手でやったり、井上投手もね、まあどうなるかわからない。今回は良かったけども、まあどうなるかわからないっていうのがあるので、そこにね、スポット西舘投手が入ってくれたら、非常に大きいなと思うんですよね。で、まあその西舘投手の課題というか、まあその先発をやるにあたってってとこなんですけど、まあやっぱり僕は、長いイニング投げるんだったら、先ほども言いましたように、緩急っていうところであったりとか、まあコントロールっていうところだと思います。まあ、救援というか、まあ1イニングしか投げない中継ぎは、どっちかっていうと、まあ、ドンドンドンというか、速いボール、落として、みたいな感じで、まあいけたりするんですけども、やっぱ長いイニング投げるというふうな形になってくると、バッターも2巡3巡してくるんで、やっぱりこうね、慣れてくるっていうのもありますし、まあ、もともと西大投手ね、クイック投法というのがね、武器で入ってきましたけども、まあ、中継ぎの時もね、ちょっとこう、足を大きく上げて投げたりとかっていうのも試したりとかしてたんですけども、それもやっぱり一種の緩急というか、まあ、投球フォームというところで緩急をつけるっていう意味合いもあったのかなというふうに思うので、そういったところで、まあ、その、クイック投法というかね、投げ方というところでも、緩急をつけれると思うし、今回ね、カーブというところもしっかり多投というかね、試せてるっていうところがあるので、まあどちらもね、フォームであったりとか、球種であっても、緩急をつけれるというところで、まあ非常に、いいんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ実際、西大投手ね、中継ぎで一軍でやってました。まあ初めすごく良くて、ちょっとね、やっぱり体力的にきつくて、調子が下がってきて、6月30日に抹消になったんですけども、まあそのタイミングでね、大勢投手だったりとか中川投手が帰ってくるっていうところもあって、多分おそらくね、リフレッシュ休暇というか、まあ杉内さんは言ってましたけども、そういった形で2軍に降格したと思うんですが、やはり、1軍で、中継ぎでね、めちゃくちゃ筋出してるかって言ったら、まあ正直そうではないので、まあその西舘投手が先発に回って、どれぐらいの数字が出せるのかっていうのはちょっとね、まあ疑問符というか、ちょっとこう、うまくいくのかなっていうところはあるかもしれないんですけども、先ほども言いましたように、まあ今ね、すごく状態がいいと、チームの状態がね、そういったところで、まあ後半ね、もう一ピースというか、うん、もう一ピース試せるというかね、調子がいいがゆえにね、そういった、まあ、モンテスのショートもそうですし、坂本さんのね、いろいろな起用法もそうですけども、そういった形で勝ってるんで、勝ってるし状態がいいんで、そういうふうにね、野手であったりとか、投手のこの西大投手の先発もそうですけども、試せてるっていうのがあるので、非常にね、今チームとして、先手を打ててるというか、先にこうリスクを潰していけてる状態で、あるし、それに加えてチームもね、勝ててるっていうのがあるので、非常にね、今、状態がいいと思いますし、先を見据えてね、リスクヘッジというか、そういったところも、まあ、安倍監督のマネジメントというか、まあ、新岡監督とか、それぞれのコーチがね、進言したりとかいうところもあると思いますけども、非常にこう、先を見据えたいいマネジメントができてるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでですね、まあ、西舘投手先発転向というところ、まあ、僕はですね、まあ、まとめると、まあ、賛成というかね、まあ、もともとね、ドラフト1位で入ってきたピッチャーっていうところがあって、やっぱりファンの方も、まあ、先発で、エースになっていくっていうところを見てみたいっていうふうなね、思いもあると思いますし、まあ、時期的にもね、非常に、チームの状態を考えても、今試すっていうのは非常にいいと思いますから、もしね、まあ、うまくハマればすごく一番いいのはいいんですけども、もしハマらなかった時に、まあ、西舘投手にちょっと、右往左往というか、ちょっとこう、いろいろね、やってもらって、しんどいかもしれないですけども、また、リリーフに戻るってことも、考えられるのかなというふうに思うので、そういった意味でも、まあ、その、先発良ければ、来年以降も見据えてやったらいいだろうし、もしちょっとダメだかなっていう感じだったら、もう一回ね、中継ぎの方に戻ったらいいというふうに思うので、まだ1年目だし、まあ、適性をね、見極めるのも大事かなというふうに思うので、非常にね、この案は僕、賛成でございます。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。